神山城は、伊勢国井野郡に、かつて存在した、日本の城。櫛田川と原井川の分岐点北西に位置する、神山山頂にあった。南北朝時代の1337年、北畠格差の灰化後尾田関係により、南朝の拠点の一つとして築城された。1339年8月、五大五天皇の死に乗じて、高志明が城を囲み攻撃を加えたが、 牛尾達義慶、加藤貞有、藤原兼からが暴戦して、翌月になると城下へ進撃し、アイス氏のアイス総実や四角い教授らと協力して、立里縄手に置いて敵を撃退した。1342年1月に再び、高志焼、佐々木高氏が攻め込んだが、加藤貞有、藤原兼からが暴戦して退けた。1343年、 北朝の二期をしながらが加わった攻撃により落城し、二期をしながら入城した。なお、城の手前には一条寺が置かれ、現在も室町時代に、北畠家が発した生札が3点残されており、松坂市指定文化財となっている。現在の城跡は遺構を残すのみとなっている。ABO 西源一、三重県郷都市1939年5月5日、P172、 p173 松阪市の史跡0 0 71から137神山一条寺生札松阪市の指定文化財松阪市ありがとうございます